古佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤はじめの名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていく。後に池田屋事件と呼ばれる金の獅子への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやね、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。なら一層幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろちゅんでっか。ああ、戦争に勝った暁にはあんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にバラしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。
奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長は粛清、長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったがな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが、俺が新選組の中で動ける時間は限られてる。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になってる。少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが。残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、豚書にもまるっきり顔を出さねえ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく豚書に顔を出すつもりだ。俺もう引っ込んどるやん。こらわしら近藤出せよとるんじゃ。斉藤君、さっさと入れ。おお、待て、わしらも殴れんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよ、こら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組？門の前で騒いとった連中へ、知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組は劣気とした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけあって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ？桂の剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんがこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。
ああ、何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身震押し組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と鴨さんの一派3人を合わせた10人だけの小さい所帯やった。芹沢の一派っていうのは鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間重助、平山五郎と鴨さんを合わせた3人の子で、その3人が俺ら天然理心流の門と身風呂押し組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。それからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあ、誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれんし、土方藩かもしれん。やが、それを知る必要はないということで。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。それから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚所にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚所の一番奥の前や。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや、何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ、みんなそう答える。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。
会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。はじめちゃんやないか。お前も一緒にで。いや。だが、な。もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言っとらないかよな。これ以上負けたらこいつら、武田藩に何されるんやろな。どない思う？そんな。なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが、局長を探している。どこに行けば会えるんだ。さあな、知らんわ、そんなもん。気が散るで。用が済んだらさっさと行け。それとも悪も裸になりてんけ。いや、邪魔したな。場の空気読めちゅうねん。局長に話でもあるのか、斎藤。井上。いや、俺はまだ局長の顔を見たことがなかったんでな。特に話があるわけじゃない。そうか。ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは？ん？知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王志士だ。武市半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ。不服ということか。いや、分かった。で、どうすればいい。坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸。そんなとこに坂本龍馬が。何かおかしいか。いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じて。イギリスの武器をどういうことなんだ。局長はそいつを探れと言っている。
まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝林太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたってことだ。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。
れの偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にも分からねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか、もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ、知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けどなんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ、誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。ああ。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おい、それってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が1年前の覆面の男なら、俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃあお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくる。薩摩の西郷か、そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味？薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ、いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。恋は新選組の方でごわすか。新選組三番隊隊長斎藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で。坂本龍馬という男について聞きたいことが。さようで。そいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごあん。心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は藩邸の中じゃないのか。あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。
んた、門番の割に随分判定から離れるんだな。こいつらはどう？新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと、薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどんおはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の敵じゃ。身風呂おめがおいの息子ば切りよった。幕府の犬め。花から西郷に合わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食っとは。薩摩をなめちょるんかこら。バカな。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃ。何？大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんた、あれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな。悪いが、入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何もいえ、勝林太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろう。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せ。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤がはっきり言いますわ。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か。
ナレン、駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか。知らん言うとりますやんか。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか、斎藤藩。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩では。斎藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか。もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。おい。
ええ。俺の舞で酔わせてやるよ。いかがだったかな？
ったより早く来たな。三番隊隊長斉藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。それで頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい、坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやあんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。そうかい。まあ、こっちから先に払わってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。単刀直入に言えよ、俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画。ああ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。俺はよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのはな、勤王志士が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる。異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸に戦とすればそうはならねえか。ただしその前に京を焼き、
御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。なんだと。じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか。あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。言うわ、帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在。そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだ。それが今日の町を焼き払うことなのか。そうよ、今日の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。ならいっそどっちかをなくしゃすっきりする。あんた、自分が何を言ってるのか分かっているのか。もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。早い話、日本って国の中枢をひとところに集めるんだよ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。さあや、俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにな。もっとも、まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだ。だったらなぜ俺に計画のことを話した。それにお前さんとならよ、取引できると思ってな。俺との取引、何のことだ。吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつをお前さんに渡してやれる。父さんを脱藩してまで追ってるんだろう。悪い話じゃねえはずだ。あんた、やはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺も知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃ、まず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか。馬鹿げた計画。あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わない。戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ
女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が勤王党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。実践だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。
たもんだ。たまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。なぜそう思う？おやつさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか
この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ。天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多く、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい。いやー強えなあいつは。そうは思わねえか源さん。勇さん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。